大丈夫？ひさひめ、ちおみ大好きだよ。私も。もう少しで大会じゃん。だから振り付けを見直したくて2人にも協力してほしい。えっ、オッケー、任せて。本当にやろうやろう。あのね、私やりたいのがね、すごいね、かっこいい感じのやつやりたくて。あー、千代美、この話はまた今度じっくりしよう。うん、私今日ちょっと寄らなきゃいけないところがあってさ。え、そうなんだ。りく、千代美と一緒に帰ってってくれる？ああ、うん、じゃあまた明日。え、あ、ちょっと、堀切氏はさ、恋愛とか興味ないの？ないわけじゃないけど、そういうの信じてないかな。信じてないね。あ、じゃあ誰かをいいなって思ったこととかないの？小さい頃はあったかもしれないけど、もう忘れちゃったよ。そっか。俺最近さ、ネット小説っていうかオンラインノベルでちょっと気になるの見つけてさ。オンラインノベル？ありがとう、家まで送ってくれて。いえいえ。さっき言ってた月うさぎミカエラの青いフェアリー、本当に面白いよ。俺はすごく好きで。好きだ。そうなんだ。じゃあ読んでみようかな。え、読んでみて。じゃあ、堀切氏。ん、なになに？なんでもない。なんだよ。明日話すよ。バイバイ。バイバイ。ビッグカップル誕生ってやつ。ん？どこが？南俊一はまああれだけど、フェロモンは。南くんだって全然だよ。昔は大好きだったくせに。ああ、ちょっとやめてよその話は。え、そうなの？うん、まあだいぶ昔の話だけどね。小学校低学年の頃かな。この子たち相思相愛でさ。そうなんだ。いつからこんな仲悪くなったんだろうね。やっぱ南パパの失踪したあたりかな。南キャラ変わったもんね。南のお父さん失踪したの？らしいよ。あれからでもね、なんか笑わなくなったし、潮見にすっごい感じ悪くなって。なんだろうあれ、お父さんのことと潮見関係ないのにね。忘れた、もともと根性暇がってんじゃない。それで堀切氏は南に必要以上に手厳しいんだ。別にそういうわけじゃ。あのさ、堀切氏、放課後部活前にちょっといいかな？え、何？どうしたの？まずは堀切氏に
え、私誕生日とかじゃないよ。うん、知ってる。これこの前渡そうと思ったんだけど、なんか渡せなくて。なんだろう、かわいい。これ自分で作ったの？うん。すごい、月とウサギ。え、これってもしかして。俺月ウサギミカエラのファンだから。うん、だから堀切氏に受け取ってほしい。気づいてたんだ。ごめん、実は。改めて言う、俺大好きなんだ、月ウサギミカエラが。ありがとう。大好きなんだ堀切氏、堀切千代美が。よし。やだ。雨、傘持ってこなかった。千代美大好きだよ。私が。私、ひらめくんのことが好きだったんだ。ずっと。用がないなら行くぞ。なんで無視するの？は？なんで無視するのって聞いてんの。別に無視なんかしてねえよ。してるじゃん。野村さんにはそんな顔しないくせに。今までずっと一緒に野村さんといたんだ。付き合うの？野村さんと。何言ってんだよ、お前には関係ないだろ。そうだよね、私関係ないよね。ごめん、いきなり。何なんだよ、だいたいお前人の行くとこ行くとこに現れんなよ。は？私が？さっきもいたろ、俺と野村が歩いてた時。あれは別に。そうなんだ。別にどうでもいいけど。今だってちょっと親と喧嘩して出てきただけだし。喧嘩？進学しないって言ったらお父さんもお母さんも怒っちゃったの。進学しないのか？やりたいことあるから。なのにこっちの言い分聞きもしないで大学大学って。いい気なもんだな。え？甘ったれていい気なもんだよ。なんでそんなこと言うの？ひどいよ。昔はあんなに仲良かったのに。どうして？決まってんだろ、お前のことが嫌いになったんだよ。こんな風になっちゃったんだろう。
昔はあんなに仲が良かったのに。もう一度あの頃に戻りたい。もう一度小さくなりたい。南くん。私が一瞬姫になっちゃった。